改めまして、こんにちは、ようこです。なんか今回の動画はね、料理が中心になってしまったような気がしますけれども、今この瞬間私は東京にいます。今、7月2日のね、午前10時半頃ですね。11時がチェックアウトで、まあチェックアウトまでちょっと時間があったので、この動画を撮ろうかなと思って、ちょっと皆さんに語ろうかなと。語ろうかなと言っても、政治の詳しい内容ですね。今日はね、7月2日ですけれども、7月1日が皆さんご存知の通り、中国共産党の結党から100年、100周年の日でした。昨日ね。昨日は中国共産党が本土でね、盛大にお祝いをするということでしたので、私たちは、いやいや何を言ってるんだと、この100年間でどんだけの人が犠牲になって、で、今もなおもね、犠牲になってると思ってるんだという、その対比を作ろうと。そしてそれをメディアさんにね、報道してもらおうと思って、昨日は、追悼、全犠牲者を追悼する、集会とデモと行ったわけですけれども、それの翌日です。で、その詳しい政治の内容の、まあ、話せない部分とかについては、私の秘密サロンというのが実はありまして、まあ私のね、こういった活動、主人との活動というのは東京に自腹で出てきて、で、まあ時間と労力と能力と全部出していくわけです。で、どんどん自分が出してる側でですね、稼ぎにはなりません。もう完全ボランティアでして、まあ完全にその、私たちも民間人ですので、もう民間のボランティアで、もう出費が出ていくばかり。で、私たちは、時間と労力、知恵、能力、そういったものを出しているので、もし可能であればですね、資金として支えてくださる皆さんいらっしゃいましたら、月額1000円でランダムヨークを支えてくださった皆さんにはですね、毎月秘密サロン会員限定の動画をお送りしておりますので、まあ、そこでね、詳しい、あんまり表では言えない活動の裏話とかを披露するようにしています。で、まあ、みんなのね、皆さんの前で言えることはもちろん、毎週月曜日夜8時からの未来解説という生放送番組、うちの主人と、あと地元のね、活動仲間の本山隆治さんと一緒にやってる、3人でやってる番組ですけれども、その中でね、いろいろ話したり、もしくは私たちのツイッターとかでね、紹介したりしていきたいと思っています。最近ちょっとフォロワーとかも増えたので、ちょっと説明しておくと、皆さんがどれだけ私のことを知ってるのかがよくわからないんですけど、正直。いつから皆さんランダムヨーコさん知ってますか？挙手して、とか下に書いてください。なんか政治の世界で知ってる人もいれば、音楽を通じて知ってる人もいるし、もしくは最近私ゲームにもハマってるというか、まあゲームのキャリアもね、頑張ろう。キャリアっていうかね、まあゲームの路線も頑張ろうと思って、ゲーム動画を作ってはないか、あんまり作れてないけど、熱心にね、ゲームの活動もしてて、まあそちらで縁のある人たちもいるので、いろんな入り口があってね、私ね、ほんとなんかね、ちょっと、かっこよく言うつもりはないんだけど、多趣味なんですよ。っていうか、一つに絞れなくて、どれも中途半端なんですね。音楽も作るし、まあ、プレイもするし、絵も好き、英語大好き、まあ、エンタメとかも好きだよね。映画とかドラマも海外のもの詳しくて、で、まあ、詳しいつもり、割と。そして、あとは、まあ、政治ももちろんやるでしょ。で、ゲームですよ、最近は。で、スピリチュアルも大好きで。もうなんかね、興味のあることがいっぱいあって、もう本当は、勉強したいこともあるけど、いろんなことをやってるからですね、追いつけないんですよ。で、私、時間の管理が下手で。お悩み相談に入っていきますけど、自営業状態だと、なんか時間の管理がものすごく難しいですね。そういう方いますか？もうコロナの中のね、自宅の、なんて言うんだっけ、そういうの。自宅からの在宅ワークか。ね、なんかそういうのやってる方ならわかるかもしれないけど、なんか時間の管理難しいし、もともと時間にルーズとかって言われてたし、なんかそういったね、ところでちょっと自己啓発頑張ろうって感じではあるんですけども、やっぱ目標ができるとしかし、突っ走れるので、なんか私の場合は目標を定めて、これに向かって頑張ろうって思ったら、で、各ジャンルを決めといたらね、多分ね、あ、これもしなきゃって、ダーってやって、次これやらなきゃって、多分自分の中で、あれもこれもやりたいみたいな感じで、どんどん多分ね、時間が作れていくと思うので、ちょっとまあそういったやる気もね、上げなきゃと思って、ただ、本当に、まあ今日とかね、こういう日が一番いいんですよ、もうね、デモの翌日のね、あ、報道載ってるかなとか、どれぐらいインパクト与えられたかな、なんか、中国相手にどれぐらいできただろうか、我々は、と。やっぱこれで測れる、もの、こう目に見えるじゃないですか、報道されたとか言って、もしくは皆さんがね、こうやって、見てくれているとかなると、まあ数字になったりなんたりして、こう目に見える形になっていくっていう時は、やっぱ、一番いいっすよね。まあ、こっからだから、まあ、自分の中でフィードバックしながら、
また次をね、いろいろ本当、まあ、政治もだし、他の、今だからゲームの話をしたかったんですよ。政治の活動していると、で、いつも私が東京に来てる時に、なぜか私のやってるゲームのアップデートが来るんですよ。アップデートっていうのはなんか、まあ、ゲームの内容をね、ちょっと、変化させて、まあ、だからユーザーがちょっと、また興味引くようにとか、いろいろ調整があるんですけれども、で、ダウンロードもしなきゃいけないし、なんかそういうアップデートの時が、なんか私が東京に出張してる時にね、来て、あーってゲームもやりたいの。それネタの宝庫なんですよ。アップデートあるとき。ゲーム動画作れるのになんかそういうときに政治活動をやってるみたいな感じで。やっぱ両立とかって難しいのかなとも思うけれども、なんかほんといろいろ頑張りたいなと思っています。ね、まとまりのない、語りで申し訳ないですけども、今ね、すっごいね、気があちこち言ってるんですよ。なんか今こう時間もさ、10時35分でしょ。でね、今主人が今から帰、この部屋に帰ってきて、着替えてから出るとか言うから、あ、もう帰ってくるかな、帰ってくるかな、動画やめないといけないかな、これがね、いろんなこと考えちゃってるので、この辺で終わりたいと思います。こんな私ですが、ご覧いただきどうもありがとうございました。皆さん、行く前にこの動画に高評価押してください。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。ということで、皆さんありがとうございました。またお目にかかります。スメラギ、いやさか、バイバイ。